8月2日、しなちゃん火曜日です。MC のラカンとコメンテーター、キャミソール小林さんです。お願いします。はい、お願いします。はい、関東祭りということでですね。いよいよ始まりますね、はい、関東が。ね、はい。我々は、はい、外ロケに。外ロケです、また。行こうかなと。またまた、はい、先週に続き、ね、はい。あ、先々週に続きか。めんどくさいくさせないでください。前回に続きでいい。前回続き。はい、まあ、編集めんどくさくなってるね。もう一回やった方がいいんじゃないかな。大丈夫かな。いいですか、はい、やらなくていいですね。外ロケということで。はい。この今回は、移動して前回ね、この、ジャンプして移動されてこれ、ね、はいはい、やったんですけども。やりましたね。またやりますか。もちろんやりますよ。当たり前じゃないですか。僕だけタイミング合わなくて申し訳ないです。そうだね。ちょっと前回今度ちゃんと合わせ。せーのでジャンプですね。前回もせーのでやったけどね。せーのの後、ハクつく癖なんですよ。せーの、うんなんだね。あ、なるほどね。分かった分かった。じゃあせーの、うんでいくわ。早い。せーの、えん。はい。これをやりたかったと思って。はい、はい、はい、はい。ということで、はい、はい、はい、釣れちゃった。見るはずにやってまいりました。来ました。今日は隅から隅までご案内していただけるということで。楽しみですね。見えます。満喫しましょう。気づけば外の雨は上がり、雲の切れ間から光が差し、今響き始める音に乗せて。手を引くよめきハッピー、出会えた喜びつなぐメロディー、こんなにも世界は晴れ渡り、君が笑う僕も笑う、あ、涼しい、涼しい、あ、どうもこんにちは。あ、こんにちは。よろしくお願いします。何でお呼びしてるんですか。そうですね、なんか街フレアというので、逆に我々のことは あれですか、初めましてでもいいですか。じゃあそうですね、はい、じゃあキャミソールブラザーズの小林と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。サダンです。お願いします。じゃあ、お願いします。フルヤと言います、はい、じゃあフルちゃんと、フルちゃんで、はい、じゃあフルちゃんでいきましょう。今日はミルハス、こうエントランス入っていただいて、すごいこう広々としたスペースなんですけども、うん、まあ、ミルハスはですね、ここあの県民会館と、前ここに建ってた県民会館と、はいはい、日田市文化会館が、はい、この9月でも閉館決まったんですけど、決まりましたね。まあ、その2つの施設を引き継ぐ新しい文化施設として、まあ、今年の6月に開館して、まあ、ホールは9月の23日がグランドオープンになって、うん、はいはい、9月以降コンサートがどん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 入っていくっていう形になってます。すごいですね、この吹き抜け感。そうですね、もう結構木がいろんな至る所に使われて、ね、多分今見えるところは全部秋田杉が使われてます。それを入った時に言わなきゃいけないですね。そうです、木の匂いがとか。すげえ、マスクしてるから全然だもんね。関係ねえもん。なあ、もう本当にエスカレーターのかっこいいですよね、入ったら、ね、なんか都会っぽくないですか。ねえ、本当に登りたいもん。かっこいいわ。なので館内の至る所にこう秋田杉の他にもですね、うん、あの秋田の伝統工芸とかを使ったポイントが至る所にあるので、はいはい、ぜひ見つけていただければと思います。見つけていきましょう。もう早速でもそれなんかそうなんじゃないかなって、ね、そうですね、思いましたけども、秋田杉を使ったあのベンチになってまして、まあ、これ今くっついてますけど、はい、どなたでもこう座って利用いただいて、はいはい、なってます。どうぞ。いいんですか。やっぱ違うんじゃないですか、秋田杉だから一味ああ、そうだね、違うね。何が違います？それは言えないな。俺のお尻が感じてるから、それは。秋田杉を、ね。秋田杉を感じてるから。すごい。ちょっと音鳴ってるんで、すみません。ガンガン走ってる。曲げわっぱではないんですね。曲げわっぱではないですね。はい。すごい素敵。いいですね、こういうね、椅子とかの秋田杉のがいいですよね。テンション上がるの。桜の柄みたいな感じですね、でもね、デザインが。でも秋田杉の匂いしないな。電光掲示板とかもいいっすよ ね。寝室はお世話になるだろうな、俺も。あ、よいしょ。素敵。はい、どうぞ、こちら練習室ですね。はい、これ、この靴のまま入っていいですか。このままで大丈夫です。ここはのバンドの練習とか、楽器練習で使える。めちゃくちゃいい。あ、すみません、いいですよ。ありがとうございます。どうぞ。はい、失礼します。ああ、いい。いいっすね。あ、なるほど。もう有料なんですけども、どなたでも予約すれば使
うことできますので。1時間いくらなんですか？ですね、まあ、部屋のお金と楽器の機材のお金があるんですけど、大体まあ1000円から2000円の間で1時間借りることできます。そんなもんですか？はい、そんなもんですね。でもラカンが練習するってば、あと今じゃあマイクはあるから、マイクある、そう、あその他何か必要なものはあるの？ PA の、 PA あるので、あこれ PA、はい、あこれか、これちょっと今開けときますね、何か分かりやすいように。タクがあるので、あすごい、何だ何だ何て言うんですか、ミキサーでいいんだよね、ミキサーでいいんだよね、ミキサーがあるんです、はい、あこれもちゃんとあるんですね。CD もCD も使えます、はい、だ僕はもう普通に自分のマイク持ち込めばもういつでも練習させてもらえる。そっか、はい、自分のマイクが必要なんだ。そう、まあでもここにねマイクあるんで。そうです、それでもいいの、うん、僕は自分のマイクがあるんで自分のマイクでやるんですけど、本当手ぶらで折れちゃうですね。あとかけるのがあれば USB もあるんで、もうあれですね、大丈夫です PC だけ、はい、めちゃくちゃいいよ、あんまりないんですよ、 USB のところもなかったりするスタジオあるんで、CD 焼いていかなきゃいけなかったり、あなるほどね、なんなら CD 再生する機会なかったりもあるんで、すごい、すごい助かるな。あでもこういうのも一応そのレンタルみたいな形であるんですか？そうですね、はい、そのスタジオ代の他に。そうですね、お部屋代の他に機材のレンタル料がかかるって感じですね、うん、すごいね。環境がやっぱめちゃくちゃいいっすよ、うん、普通結構スタジオ狭いんで、やっぱバンドさんとかもう暑くなって。そうなんだ、まあ、バンドのこの練習室がこの他にもう3部屋あって、全部で4部屋バンド練習の部屋があって、ここがまあ一番広いお部屋だと思って。あなるほどね、はい、これよりもまだ小さい部屋が。そうですね、バンドの練習室がこの他に3部屋ありまして、他にダンスの練習する鏡張りがあるんです。そこはじゃあキャミさんの練習部屋じゃないですか？そうですね、ちょっと行ってみましょうか、はいはい、ぜひご案内します。行ってみましょう、はい、お子さんもいるかもしれない。いるかな、サプライズゲストいるかな、いないでしょ、おばさんいるかな。綺麗だね。ここで未来の秋田のねスターたちが練習するわけですよ。ここからオガフェスに旅立っていくわけですよ。そうですね、ですね。あこちら側が音楽スタジオになるんですね。そうですね、こちらが音楽スタジオが多いです。中ホール側にダンスホール。あーなるほど、おすごいね、かっこいい、このエスカレーターかっこいいね。そうですよね、近未来。あーいいですね、はい、あーなるほど、あーいいですね、すごい、よいよい。これもスピーカーなんですか？そうですね、音響もあるので、同じようにあの CD あのあとか USB つないで音を出しながらダンスできるって感じですね。キャミさん軽くどうですか、練習なんて。いいですね、これすごいね。鏡張りだものほら、すごい、おすごい、そうやって練習してるんですね。そう、ちゃんとそれこそ一番最初はさ、あのほらファッションビルまだ勤めてた頃は、はいはい、あのお客様も結構簡単な時間帯は試着室の鏡使って一人でこうずっと黙々やってたからこうやってもうそれでこうお店入りづらくしてダメいっぱい食べてやってたからさ、そうここまで広いとやっぱやりやすくていいね。いい すごいね、ちゃんとホワイトボードもあってさ、本当フォーメーションちゃんとフォーメーション考えれるんだね、書きながらやれるし、すごい、いや結構ちゃんと考えてくれてますね。そうですね、結構いろいろ設備は結構整ってると思いますね。そうですよね、はい、すごい、これ初めて見たな。これ今結構主流になってきてると思う、ね、めっちゃ出るんですよこれ。しかもこれ連結されてるんですね。そうですね、結構ちっちゃいんですけど音出すすごい結構強度出ますね。外せるんだ、見れます、ここ、ほら連結ここで。そうなんだ、ね、ここもカーテンね、ちょっと実際の音とか試してみたかったですけどね、どんな感じなのか。まあそうですよ ね音のその反響具合っていうか、まあ今日はダメなんですけど ね、はい、残念次回ですね。ここでこうやって踊ってる人たちを見て、多分そこで通った子供とかがダンスやりたいとかで。ああいいですね、本当にすごく、ね、そう、それはいいですね。そうですよね、でもちゃんとそのラジカセもあるのいいですね。あそうです、一応あの全ての方にご利用できるこんな大きい音じゃねえって言ったら、ラジカセもいますいます。いや本当そうですよ、そうですあんまうるさいと耳痛くなるから。逆に見なくなりましたもんね、このタイプのもうね、
持ち運べるやつ。そうです、ここもマイクあるから、ここもね、そうです、マイクで。いやー、すごい。なんかでもやっぱデザインとしてはこうあれなんですかね、曲げわっぱをモチーフにはしてるんですかね。そうですね、ツールとか全部ね、秋田のいろいろな伝統工芸をいろんなところに使ってるって感じですね。可愛らしい、はい、お弁当箱みたいですね。あ、そうですね、曲げわっぱのね、確かに。あ、本当だ、うん、可愛らしい。じゃあ次にこちらのこう総合案内をぜひご覧いただきたいと思うんですけども。わあ、これですね。あ、すごいな、これがすごいよね。まあ、この総合案内なんですけど、はい、まあ、縦が4メートル、横が7メートルありまして、まあ、先週公園のこう桜をこう全体的にイメージしてるんですけども、まあ、来館者にこう秋田らしさというのを感じてもらえるように、これちなみに何に使われてると思いますか、これ。何に使われてた？あの、秋田の伝統工芸はここに3つ使われてるんですけど。曲げわっぱ。そうです、曲げわっぱ。と、カバ細工でしょ。カバ細工、そうですね。あともう1つありますね。あとはね、カワツラ。あ、素晴らしい。え、すごい。そうです、カワツラシックス。カワツラ。はい。まあ、その3つを組み合わせて、すごいね。作ったものですね。秋田県だとここだけですか？じゃあこの組み合わされてるっていうのは。そうですね。しかもこれだけ巨大なものがあるっていうのは、ね、ここ。ちなみにこれでいくらぐらいなんですか？金額は私もわからないですね。7兆円です。7兆円か。納得しちゃうな。ちょっと座ってみることできます？あ、どうぞぜひ。やった、はい、受け付けちゃいます。受け付けちゃいたい。すごいな。これ受付の方の気持ちにも今あるなれますね。じゃあちょっと我々で見ます。お客さん来た時のシミュレーションいいんですか？こんなひげ面2人で、はい、では、あ、今日もお客さん来るかしら。来るかしら。あ、こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。ニルハスへ。こちら総合案内の受付となっています。ありがとうございます。ご覧ください。こちら川津田マグロッパと川細工、川細工が使われております。横7メートル、縦4メートルの、7兆円で。あ、7兆円、すごいですね、はい、7兆円です。7兆円なんですね。7兆円です。すごいですね。ありがとうございます。はい、多分これ使わねえな。全然面白いこと言ってない。7兆円です。ちょっと面白かったけど。ちょっと油が。そう、油が。すみません、油が。油が大丈夫です。油は後で、あの、油結構あります。結構油ついてる。結構油。ごめんなさい。大丈夫、拭いておきますんで。ごめんなさい。本当に。ここにはでも常時いらっしゃらないんですね。そうですね。あんな人がたくさん集まる日とかは、ああ、週末とか、はい、そういう感じで使ってますね。いちいちこういうの。いいですよ、ああいう。ああ、そうですね、サインも結構おしゃれな感じ。そういうのもおしゃれ。そうですね、いいじゃない。ありがとうございます。まだここでパンと面食らうな。あんまさないでください。はい、あ、すいません。すごい、本当に。じゃあぜひエスカレートで上に参りましょう。登ってる時にこう見る時もいいですよ ね、 見て楽しめる。あ、とか匂いすごいいいですね。何より今日まず晴れててよかったよ。ああ、そうですね、うん、いいな。到着いいよ、はい。まあ、こちらがあの大ホールと中ホールのホワイエと呼ばれるところでして、とはいえ、はい、まあ、コンサートとかがあるとここ登ってきてチケットをもぎって公演を見に各ホールに入っていくという場所になってまして。11月よし行くぞ、来るからな。ああ、そうですね。行くぞ、来て。まあ、普段あの公演がない日なんかでもここはあのこの空間は自由に出入りできるようになって、この組み込みすごいですね。ね、そうですね、すごい。開放感いいな。なんかこうニルハスをガイドする方もいらっしゃるんですか？今あのいろいろこう県内の各地からですね、はいはい、ニルハス見学したいという方多くいらっしゃってまして、うんうん、まあ、そういう時があるとあのニルハスの職員がですねこういった感じで案内をして、ああ、なるほど、はい、回ってますので、でもこちらが大ホールのホワイエということで、駐車場が夜11時まで使えるって、ね、そうですね、11時まで使えないですか、はい、ここ自体って何時までやってるの？ここも11時まで、11時まで空いてます。ここも空いてます。夜の、ね、そうですね、練習場、そうですね、練習室も11時まで。夜11時までこの辺にいていいんですか？じゃあ、あ、大丈夫ですね。この3、ここ3階なんですけど、はい、まあ、1階の部分は11時まで空いてます。ここはちょっと夜8時まで。ああ、なるほど、エスカレーターで登るのが できないんですね。建物自体も11時まで。高校生カップルとか、ああ、じゃあ高校生とか、そこでずっと勉強も、愛を支えたりするんじゃないでしょうか。はい、いいんじゃないですか。
うちらの頃アトリオンでな。あ、そうなんですよ。そう、アトリオンの時計が見えるところでずっと座ってたの。なるほど、そうなんですね。それいいかな。行くとこねえのよ。あ、皆さんの右手に見えるのがですね、これ大ホールの客席の後方の壁になるんですけど、ここに今巨大なアートが一つありまして、あ、まあ、これ中ホールにも同じようなアートがありまして、うん、まあ、アートウォールと呼ばれているところなんですが、ここも先ほどの1階と同じように曲げ輪っぽく河津らしい木とカバー細工に使われた素晴らしいアートになってますね。でよく見ていただけると壁木目がついているのをご覧によく分かると思うんですけど、あ、まあ、あれは木じゃなくてですね、秋田杉の木目を型枠に使ってコンクリートを流し込んで作ってます。まあ、材質はコンクリートなんですけど、木じゃない、木じゃないんです。これ秋田杉の木目をつけたコンクリートの壁です。ほう、そんな工夫ができるんだ、はい、木にしか見えない。あー、確かに変でしたね。ただ気になるのはなんでカメラが遠いのかってことぐらい。なんかめっちゃ不審者っす。壁ずっと触ってるおじさん。どうすか、いい感じ。どう、まあただカメラ遠いの気になるけどな。あ、ここからライトアップ見るのいいかもね。これはいいな。こんなほら大きな木が。そう、これは秋田市の保存者の欅で、ずっとも県民会館ができる前から樹齢100年以上になるんですけど、バカステー、すげえ。なかなかこの角度から見れることが今までなかったので、ないですね。うわ、これはいいっすわ。あの道民の屋上の露天風呂から見る景色もいいけど、ここもいいな。そうね、あそこ、あそこから見る景色もいいけど、こっちもいいね。これ前回飲食禁止ですよね。そうですね。いや、フォアイエは飲食 OK なんですよ。実は大丈夫なんです。ここも OK です。座りながら大丈夫です。サンドイッチとか大丈夫です。おにぎり大丈夫です。めちゃくちゃいい。そう、まあ、今回本当にプシュも、プシュはプシュはやめろよ。プシュはちょっと、ただですね、実はあのレストランがありまして、あ、レストランであのアルコール夜提供してますので、あ、素晴らしい。ぜひコンサートが終わった後とか始まる前とか、はいはいはい、はいはい、アペリティフ、いけちゃう。コンビニの前で黙るって、飲んでから行くべっていうのがないわ、ね。紙袋に包まなくてもいいんだな。来るなよ、ライブに来るなよ。ではですね、4階があるので、はい、4階に小ホールが一つありますので、はいはい、そちらの小ホールをちょっと見たいなと思います。はい、すごいなぁ。そう、気になるのよ。全部回りたい、せっかくだから。すごいいいですね、このスロープも。そうですね、4階に行けると消防ロビーと言われてガラス張りのスペースがあって、あ、これいいね。ああ、このスロープ優しくていい。おじいさん、あ、このトイレマークもかわいい。トイレマークが結構いい、ね、矢印の男子と女子とあのね、車椅子の多目的のやつ、すごいかわいらしい。でも絶対、いやー、だから上がらねえっていう人に絶対いらんだ。そうですね、いらんだ、上がれいらんだ。あ、これもう景色がね、いいね、ちょっと見たいですね。消防ロビーと言われているところで、まあ、裏の方のですね、景色が一望できるのかな、うん、おー、もういいですね、はい、開放的。あ、さっきのこれ駐車場ですね。そうですね、こちら駐車場側の方になりますね。これ今ね、ステキングでやな、ここ社長も笑うとるで、笑うとるね、あそこでね。じゃあ、ショーホールですね。はい、そうですね、ショーホールぜひ。この大きさでショーって言われてもな、絶対我々で何人目ですか、ここに入るの。何人目ですかね、結構なりますね。まあまあ入ってる。400。あ、すごい、何これが。そう、これ本来ですね、今実はショーホール本当はあのお見せしてないんですけども、今日特別に。あ、ありがとうございます、はい、すごい。実は今の劇場に入っているピアノが全部で4台ありまして、ちょっとそのピアノの弾き鳴らしという作業ですね、これから行って、9月のグランドオープンまで毎日こうピアノをあのピアニストの方に弾いていただいて、新しいピアノをこう鳴らしていくという作業を、これから弾くことで。そういう調整が必要なの。ピアノを鳴らすんですか。そうですね、ピアノを鳴らすということで、あの買いたてだとまだ音がちゃんと整ってないので、いろんな方に買いたてのジーンズゴワゴワで履きづらいから、まさにその通りです。洗うみたいな感じで同じですね。そうです、そうです。それは知らなかった。
これはじゃあ、椅子とかを並べてここで公演も。そうですね、ここはあの普段は公演でも使います。大体あの100人から150席ぐらい仮設のステージを組んでコンサートをやることもいいですね。それは色味もいいですね、うん、じゃあ俺もちょっと椅子鳴らしておきますね。椅子どうぞ。はい、はい、ああいいですな、これ。いい感じ。今ありがとうございます。もう終わりですか。いや俺全部やらないといけないから。そうですね、椅子調教師としてね。重さを与えてなかったね。椅子1個でも意外と硬いんですね。そうですね、椅子、椅子、はい、思ってたよりまだ買い立てですんで。ああそうかそうか。僕がいろんなピアニストが伝えることによってこうどんどんあれなんですね、馴染んでいくっていうか。すごい、ここもまたいいっすよね。この規模感のいいっすよね、ホールは。そうですね、あのそういう演奏会とかコンサートでも使いますし、うん、あとここのスペース実は大ホールの、うん、舞台のサイズと全く同じサイズになってますので、このままここでリハーサルして、実はあそこにエレベーターがあるんですけども、はいはい、あのエレベーターで降りると大ホールの舞台にそのまま直結してるので、リハーサルして、リハーサルしてそのままビッグアーティストも使いやすいわけですよ。カットできますね。いや考えられてんな。そうです、すごいわ。はあ、すごいね。こんなに、いや、やっぱすごいですね。公演をするためっていうところで本当に特化してるんですね。ピアノといえばヤマハさんってイメージでしたけど、あこっちは何ですか。スタインウェイさんという、知らないんですよ、ね、海外のメーカーなんですけども、実はこっちはちょっとすごい金額が高くてですね、なかなか全国的にもこのスタインウェイさんのピアノを2台購入しているホールさんってあんまりなくてですね、これまあ多分2400万円、ほぼ3000万近いですね、こちらは。1台です、1台。1台で、はい、まあ、ヤマハさんのも全然もう2000数百万円するので。これ試し弾きとかできるんですか。いや、入れた方がいい。これできないんですね、さすがに。さすがに。これもだから一つの目玉ではね。そうですね、こちらのピアノが2台使えるというのも、あのしかも2台ともちょっと音の性格が違うので。面白いな、はい、ピアニストさんによって、あ私はこっちの方がいいとかっていうのはお選びいただけるようになってます。面白い。じゃあもう秋田 そのピアニストさんからしてもこれで弾けるっていうのは意外とステータスになるわけですか。そうですね、はい。はすごい。でもまあヤマハさんもぜひ弾いてくれるんですよね。そうですね、もちろんヤマハさんもすごいピアノですので。すごい、はい、すごいな。もうやばくなった時は売れるっすね、これも。まあ、要はその鳴らす作業なんで4人同時に弾くこともあるんですか。じゃあ、ですね、同時に弾いちゃうとちょっと多分弾いてる方も分かんないから、ちょっともう指鳴らしてるだろうからさ、もうちゃんとまんべんなく鍵盤が鳴らしていただけるように。そうなんですね。大ホールもこの後ぜひご案内したいと思いますので。ショーで結構グッとくるんですか。今ピアノあって、うん、すごいな。まあ、大もあるんですけど、この後ちょっと一度中ホールの方に、あ、なるほど、ご案内したいと思います。行きましょう、行きましょう、はい、ぜひお願いします。すごい、はい、ね、こちら中ホールです。定員800人で書いてる。はい、やばいです。おお、はい、やばいです。すごい中ですか、これで。これが中ホールです。はい、ちょうど前の方に、ね、ステージ奥行きすごいね、ステージの。ステージ、そうですね、広いですね。いやー、あーこれすっごいいいな。劇団の友達にも見せたい、これ。劇団友達ってあれですか。劇団ですか。劇とも友達に見せたい、これ。で結構演劇とか、舞踊とかそういう舞台芸術の、活動に特化したホールになって、うんうん、反響が結構少ないホールになってまして、うんうん、はい、そうですね、確かにね。大ホールとぜひこの後比べていただきたいと、はい、思います。なので、ちょっとうるさいです。反響調べてるのにうるさい。セリフが結構そう、なので届きやすいような設計になってるホールですね。で、舞台にお客さんが集中できるようにこういうふうに暗めの、うんうん、あの内装にしてありますね。で、ステージも結構塗装でちょっと黒目にしてあって、座ってみていいですか。どうぞどうぞ、座席座ってください。あそこ使えなくなっちゃうわ。すごい、本当奥、こんな奥行きあるもんなの。舞台はそうですね、結構広い。広いですよね。でかいですね。でかいね。壁も先ほど中ホールのアートウォールにもあった組子細工をデザインしてまして、これ壁も黒く塗ってるんですけど全部秋田杉の壁になって、照明がもうかっこいいですよね、いちいちこの。そうです、なんでこう歌舞伎とかそういう 和のものでも、ちょっとね、
あれやりちゃう、俺あのパカンってパーンって凝ってるやつ、ポーンって凝ってる。そうですね、あの中央はですね、実は絶対にセリがついてる、あるの、あるんだ。そこにあのちょっと見えますけど、四角くくり抜かれてる、あるんだ、はい、下から上がってこれますので、ぜひ。あれやりたい人、やりたい、はい、ぜひ使ってください。サンバーパーンってみたいな、こうパーンって。大丈夫、こんなジャンプして大丈夫だよ。穴開かない。へえ、すごい。もしよろしければ、はい、中ホール実はドンチョウと呼ばれるあのこのものがついてまして、はい、ちょっと今え、いいっすか、もしよければ見たい、見たい、確認してきて大丈夫そうであれば、ちょっと見たいです。ちょっとぜひドンチョウが降りる様子を、はい、はい、では、はい、お願いします。お願いします。はい、優勝。なるほど、はい、優勝です。すんげえ、秋田銀行。すごい、ホールのドンチョウがこれが秋田銀行さんから寄贈されたドンチョウになってまして、まあ縦が10メートル、横が18メートル、重さは約900キロ。900キロ、はい、まあ、京都の、 あの西陣織で、あの本当手作業で職人さんが織ったもので、まあ、関東祭りですね、見て分かるように関東祭りと、あと先週公演を明示したハスとツツジが上下にデザインされたものになってます。だから入った時にこれがあるってことですね。そうですね、はい、感動しちゃうよ、こんなの。すごいね。うわ、すげえ。秋田県の人だって感動するけど、これ県外から、県外からね、来た人、これ入って見せられたら、演奏見なくてもこれで帰れる、まずね、来てうわいいなって言ったら帰る、上がっちゃうんで。あ、すごいな、本当にすごい。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、中ホールが別に大ホールって言われても結構、うん、全然すげえってなるんですよね、うん、なる。大やばいよ、中でだから全部で800人ぐらい、800とかですかね、大体800。でもこのこれ5、6で5回、6回ってことですか。ですね、入り口のに番号がそれぞれついて、あ、なるほどなるほど、5番入り口、6番入り口って感じで番号が振られてますね。あ、そうですね、これもあのその秋田杉の本物の組子細工で、やっぱこれもそうです、職人さんが一枚一枚組んだもので。いや、すごいですね。これ例えば大ホールと中ホールで同時にコンサートあった場合とかに、まあ、通路をこう区切る目的でパーテーションの役割を、パーテーションがこれですよね。よく見ると一枚一枚全部違うデザインで、そうね、組まれてます。本当にすごい、はい、そうなのよ、パーテーションですよ。嬉しかっただろうね、この仕事の依頼来た時。嬉しかっただろうよ、まあ、ね、県内のね、素晴らしい、素晴らしい、うん、ではご案内します、はい、こちらが2000席の2000何人って書いてるね、はい、大ホール。ちょっと下向いてよ、まだ下向いてちょっと下向いてますわ、せーのでやりますか。いいですよ、はい、いきますよ、はい、せーの、ドン、はい、やばい、お、はい、やばい。なんなの、2007席の大ホールですね。すごい、あ、なるほど、さっきのと違いますね。そうですね、色味もこちらは赤茶色をこうベースとした色になっておりますね。反響が、そうですね、違いますね、はい、雰囲気全然違うし、すごい。まあ、この赤茶色の壁も中ホールと同じで全部秋田杉になってます。あ、これも、これも、これワンピースワンピースあの部品分かれてまして、秋田杉のこう木レンガになってます。木レンガ、木の、まあ、レンガ風にした秋田杉のブロックをですね、全面に使って、エグすぎる。で、まあ、この凹凸があることでこの音をあのうまい具合にこう反射させて客席に届けるというような役割があります。すごい、ちょっとこれ秋田っすよ。秋田じゃないっすよ。ぜひあの前の方の通路の方にですか。はい。まずこのシートさ。ね。なんなのこれ。みやび。シートはあの秋田の関東祭りの提灯をイメージした色。はあ。デザインになってますね。いいことやな。本当にすごいな。中ホールと本当やっぱ黒と赤だから全然違うし。うね、はい、すごいね。かっこいい。立ちてー。立ちてー。あ、やっぱ響き全然違うな、さっきの中ホールと。本当に自分がもしここに立ってたら俺泣きそうな気がする。立った瞬間もうな、すごい、そのぐらいすごい。い
わテレビの正面から、はい、見ていただいて、これが山下達郎さんの景色ですよ。まあ、その座席が結構関東の提灯をイメージしてるので、こちらから見ると結構こう関東祭りの提灯のような感じで見えるかなと。アーティストさんもテンションありますよね。そうですね、本当に秋田に来てだって絶対これ印象残りますよ。グレーの組子ですよ。そうですね、天井も組子細工をモチーフにしたり、浮雲照明と呼ばれるもので、まあ、雲のような照明になってるんですけども、照明の他に、まあ、あそこがこう平面の板になってるので、音をあそこでこう反射させて客席に届ける音の反射板の役割もしてね、ちょっとこう壁をしかも波打ってるんですね。そうですね、曲線をこうイメージしたデザインになってます。面白いな。ちょっとステージ座ってみていいですか。お、そうですね、なんか何かの間違いで、うん、バックアップキャミソールバーン売れてそうです、全世界が注目ってなったらここじゃもう間に合わない。間に合わない、ね、バーン、ね、やりたいなやれたらいいな。でも本当に夢はでっかく持っていかないとな。そうです、ね、秋田の、ね、アーティストみんな思いますよ、ここでやりたいって夢になるっす ね。あ、今いいこと言ってる多分、うん、ニルハスが多分秋田のアーティストにとって夢になるんじゃないかな、うん、でも本当そうですね、まあ、ちっちゃい時はお客さんとして見に来て、あ、なんか素敵だなとかって公演をいろいろ見に来ていただいて、ね、多分本当に今までやれなかった公演とかもどんどんこれから入ってくると思うので、ぜひ秋田の子どもたちにそれを見てもらって、うん、今度はこう舞台に立って、あの、ここから発信してもらえるような人を育てられたらなと思ってますね。確かに必要なんですよ、うん、こういう大きいステージがやっぱり。そうだよ、先のことを考えるとね、夢をこうね与えるところになるっすよ。舞台も本当に広く、県民会館の時よりも本当に広くなって、全然広いでしょ、天井高も本当に高くなったので、本当に今まで、あの、持ってこれなかったような舞台席で、なるほどなるほど、持ってこれるようになりましたので、すごい、本当なんかお客さんとしての楽しみも増えるですよ ね、 ね、こうなると。そうですね、さっきの中ホールはちょっとほらステージ上がれないようになってましたけど、これは上がって、はい、まあ、大ホールもちょっと今は、あ、そうなんですね、一般の方にお見せしてなくて。あ、なるほどなるほど、そうそうそう、通常は一般の方もお見せしてなくてですね、特別にありがとうございます。ホールの中フルちゃんのもうフルちゃんのそうです、ね、ありがとうございます。もしよければこの後2階席の方も、いや見たい、あ、見たいですね、ちょっとそこからね、はい、ステージを上から今度ステージを見てちょっとね見下ろしてみたいですね。山下達郎さんにせよ全国回ってるアーティストはこれを受けてやってるって考えるとえぐくないですか、ね、これにみんなが埋まってそこで自分のパフォーマンスをするってすごいよ。ちょっとやっぱ普通じゃないですよ、演歌歌手とかこれやるんじゃないですか。やるね、うん、前の4列分になるんですけど、ここまではあの可動式になってました。ああ、うん、おおおおオーケストラピットと呼ばれて、うん、それがそのままこの床が下がってですね、こう椅子が収納されてすごいこの下にオーケストラさんが入って、オペラなんかやるときとかこの下にオーケストラさんがいて、ミュージカルとか大きい公演だとこの下で、あ、こっからがでもステージ、ね、お客さんのステージになるんですね。そうですね、はあ、そういった舞台展開もできるようになっています。考えられてるよ、はい、すごいね。はいはい、いいですか、はい、皆さんね、はい、はいはいはい、おすごい、なんかミュージックステーション登るバージョン、いいね、ひんやりしてる、うわ、確かに高いです、すげえ高いね、見やす、結構思ったよりもこう舞台は近く見えるような設計、うん、そうね、近いっすよね。はあ、2階の方が面白いな、見え方が。2階おもろいですね、ね、あれじゃやっぱりこうフルちゃんもここでやるの夢でしょ。お、そうですね、ぜひね、あれ、そうですね、立ちたいよ、ここ見たら、ね、みんな立ちたくなりますよ、ここには。やっぱりすだちとかここでやったら最高だよね。あ、そうですね、泣き濡れていたのさ。そうですね、もう終わりですか、全然大丈夫です確かに俺の曲もちょっと歌ってください。気づけば外の雨は上がり番組の歌じゃねえか歌もあるだろいやいや、このここの番組だからこそこの歌でしょうよ。そうです、いやいい本当にいい、ね、それしかないデレレレンデレレレレン
テレレーあんまふざけられないここで転んでてそう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 ちょっとこう足元すくんじゃうこうゴロゴロゴロすごいね事故すごいわ上もすごいですねだったら一番上もそうですね、うん、こ怖いですねちょっと怖いのよ結構怖いですねちょっと怖いですねお子さん子連れの方は要注意ですよそうですねあとあの両サイドの一番前のあたりとかも結構はいここも結構なかなか怖いコックピット見たキャミさんが特等席行きますねあこっちの方がねまだそんなあ怖いな結構怖いですここ怖いねうわあ絵になるっていうかシュールすぎないいいね客席をそこなんとか先だけ今落ちねえかなここなんとか先っぽに落ちねえかなあーってなって昭和49年樹齢304年とかで300年以上経ってるってことですね300年以上ですね、はい、あーいいすごいねでも本当文化的な施設がこう並んでるんだね、はい、中市の方とこっち側とねなかなか今こちら側から景色見れることってこれまでなかったね確かに、まあ、こういうところにお座りいただいて素敵にできますねカメラやる人とかもここでねそうですねいいの撮れますよね すごいねすごいわあーいいなーねあここで MV とかでも全然かっこいいかっこいいね外観もほらこんなかっこいいんだもんアウトしてるあ風もすごいいい風ちょうどいいね今めっちゃ、はい、ちょうどいい風がちょっとマスク外しますあー気持ちいいあー置いて帰りたい起動したい。ただ起動したい。まだ受けてないの。受けてない。やってないって。それでは今日は2月古谷さんに隅々までお話ししていきました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。見れないところまで。ね。本当だよ。いつか作戦させて。ぜひお願いします。ね。それぞれね。アーティストとして。それぞれ。はい。スタジオにも。まもなくですね、関東ですね。そうですね。急なんですけど。はい、そうですね。はい、そのニューハーツもね、こう見る、ちょうどいいんじゃないですか、パンツを見ながら見るハーツも。そうだね、これね、楽しめるし、休めるしね。ぜひ見学しに来てほしいですね。はい。ということで、しのちゃん、火曜日、外ロケございます。外ロケで、外ロケがございました。続きましたね。はい、ありがとうございました。